皆様こんにちは、数学ラブです。出会い算を数学するの SPI 編で、今回は基礎編の問題2番を実際に解いてみましょう。ちなみに私は就職活動中の大学生の方や転職を考えている社会人の方のお役に立てるよう SPI の動画を投稿しています。また学校では習わないようなことも含めた面白数学動画を投稿したり、数学問題解法の豆知識をショート動画として投稿しています。よろしければ高評価、チャンネル登録をお願いします。問題です。分速 180m の A さんと分速 300m の B さんが一周 400m のトラックを反対方向にスタートした。問1です。 A さんと B さんが初めて出会うのは何秒後ですか？答えは50秒後です。ではなぜそうなるかを見ていきましょう。 A さんは分速 180m で進んでいますので、これを秒速に直すと180を60で割ってあげればいいですから、秒速 3m と求めることができます。一方 B さんは分速 300m で進んでいますので、これを秒速に直すと300を60で割ってあげればいいですから、秒速5メートルと求めることができます。そしてこの400メートルトラックを A さんと B さん反対方向に進みますので、2人の間の距離400メートルを今求めた A さんの速さ秒速3メートルと B さんの速さ秒速5メートルを足した値で割ってあげればいいですので、答えは50秒後となります。問2です。再び初めてスタート地点で出会うのはトラックを回り続けて何回目の出会いの時ですか？答えは8回目となります。ではなぜそうなるかを見ていきましょう。 A さんは問1で秒速3メートルで進んでいることが分かりますので、この秒速3メートルに問1の答え初めて出会うまでに50秒かかったということですので、この50秒かけてあげると150メートルごとに B さんと出会うということが分かります。ですので再び初めてスタート地点で出会うというのは、今求めたこの150メートルと、トラック1周分のこの400メートルですね、400メートルの最小勾配数、つまり1200メートル、 A さんが、1200メートルスタートしたところで、B さんと出会うということになりますので、これが B さんと何回目に出会うことになるかというと、この1200メートルを150メートルごとに出会うということですので、この150メートルでね割ってあげればいいということですから、答えは8回目となります。一方 B さんから見ていくと、 B さんは秒速5メートルで進んでいます。そして50秒後にねスタートして初めて出会ったということですので、 5×50 で250メートルごとに A さんと出会うということがわかります。そうすると再び初めてスタート地点で A さんと出会うというのは、今求めた250メートルとこのトラックですね、1周分の400メートルの最小勾配数、2000メートルですね。この2000メートルというのが、B さんがね、2000メートル進んだ時に A さんとね、スタート地点でまた出会うということになりますので、2000メートルを、先ほど求めたね、この250メートルで割ってあげればいいということで、こちらも答えは同じく8回目となります。
ではまとめです。出会うまでの時間を初期の日点間の距離割る速さの和で求めることができましたか？時間の単位変換はできましたか？長さの単位変換はできましたか？これらをしっかり頭に入れて解くようにしてくださいね。いかがでしたか？今回は SPI 編出会い算の基礎問題2番を実際に解いていただきました。この動画に対するコメントやご質問、ご意見などもコメント欄から受けたまっておりますので気軽にお寄せください。X もやってます。そしてこの動画がいいな、面白いなと思われた方は高評価とチャンネル登録をお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。